ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい。日本シリーズ第3戦行われました。はい、まあ、舞台は甲子園ということでね、はい、阪神の本拠地に戻ってきたという、うん、いうことで、ね、第3戦が行われたというね、はい、はい、でどうでしたでしょうか。そうだね、うん、でまあとりあえずというか、まあオリックスがね、はい、結果はね、勝ちましたということで、はい、ね、はい、ということで、はい、看板やちーちゃんよろしくということで、ね、はい、よろしくお願いします。はい、早速ね、オーダーから見ていきましょうか。はい、はい、まあやっぱりこう甲子園になったということで、うん、なんて言うんだろう、 DH が抜けてるというね。そうなんですよね、だからファーストに誰を持ってくるか、まあ頓宮を持ってきたね。はい、あの、はい、阪神にとってみれば、元に戻ったというか、そうだね、いつも通りということでしょうかね。まあこの阪神打線っていうのは、うん、もうとにかく不動のオーダーと言ってもいいぐらいね。そうですね、ちょっと森下の内容が悪かったから森下を変えてくるかなっていうような、うん、まあそういう気もしたんだけども、うん、まあ森下にもう一度チャンスをやろうということで多分3番に戻あの使ってきたということね。またそこだけをこう変えたりするっていうのもあんまり阪神ではなかったりするんですかね。まあね、バランスが悪くなるというか、うん、それはもう家計みたいなもんだからさ。そうですよね、うんうん、でオリックスの方は、うん、まあ、あの頓宮を4番にして、うん、まあ、ゴンザレス、まあ、左ということもあってね、この前右打席で代打で、3点タイムリー打ってるし、うん、まあ、5番に起用してきたという。でレフトに、疲労感、ね、なんかラッキーボーイ的なね、まあそんな匂いもする、このね日本シリーズね、そう、疲労感を使ってきたというね、はい、うん、でピッチャーは伊藤、はい、でオリックスの方は東ということでね、はい、ということで試合は始まりました。始まりました。はい、はい、じゃあスコアどうなったんでしょうか。はい、ということでもう大接戦、いやもうほんと ね何かもうどうなるんだろう、最後の最後までわからなかったですけれども、まあそうだね、はい、あの2戦見てるとね、一方的な試合 8-0、8-0、うん、まあ、お互いが勝った試合がね、うん、日本シリーズというよりもなんかこう、まあこういう試合になるのかなと思って、オリックスと阪神、阪神オリックスだったらもっと接戦を予想したんだけども、まあそうじゃなかったということでね。しかもね、1試合目2試合目とね、スコアが真逆になったりするような展開で、まあ内容的にも一緒になったというね。そうそう、で3戦目はこのような接戦になったっていうね、うん、はい、さあ、はい、いきます、うん、ね、まあ、初回1回表、うん、伊藤の立ち上がり、はい、まあ、森にヒットを打たれたんだけども、うん、まあ4人、頓宮をセンターフライに打ち取って、まあ無難な立ち上がりをしたかなという、うん、まあ、感じがしたんだけどもね、まあただ若干ボールが抜けるなっていうような印象があったんだよね。で一方、はい、1回裏東、うん、初登板でね、 また独特な甲子園、うん、そういう敵地のマウンドで、うん、立ち上がりどうかなと思ったらいきなり近本を3球三振取って、うん、中野森下って打ち取っていくんだけども、うん、なあ落ち着いてんね、度胸が座ってるというかさ、うんうん、だから今年まだ負けてないというね、うん、まあ、そういう自信からか、まあ、非常にいい立ち上がりをした、はい、ね、でその2回、はい、早速ね、阪神の攻撃、はい、2回裏、裏ですね、ね、大山がライト前ヒット、うん、ちょっと引っ張りにかかってる傾向があったんだけども、うん、ここをうまく右に持ってって、はい、まあ、佐藤が三振、うん、でノイジーが初球のスライダー高めに浮いた球を、まあ、ライト前に落とすんだよね。はい、これでワンアウト1、3塁になりますね。で坂本、うん、で坂本が初球にセーフティースクイズを見せるんだよね、うんうん、だけどそれがファールになり、まあ、追い込まれてからツーエンドツーから、はい、まあ、右に持っていく、うん、これをね中間守備だったと思うんだけど、うん、ゴンザレスが飛びついて取って、ね、処理するんだよね、うん、その間に、まあ、あのサードランナー大山が生還するんだけどもさ、はい、でもこのゴロをセカンドで殺したっていうのが多かったんだよね。なるほど、なるほど、先の塁を殺したという、うん、普通だったらね、一、二塁間に飛んだボールっていうのは安全を期して次からの打順を考えたらファーストで殺したいんだけどさ、ゴンザレスがよくねセカンドで投げたよこれ。で次の木浪がセンター前で、繋ぐんだよね、はい、うん、それで、ね、また一、三塁を作るんだよ、
はい、ツーアウト2、3塁じゃないですか。ツーアウト2、3塁ね、はいはい、を作るんだけども、うん、で次にピッチャー伊藤、はい、でもこれセカンドに行ってればさ、うん、ゴンザレスがファーストに投げて、うん、ランナーセカンドだったら木浪と勝負しなかったかもわからないけども、うん、仮にしたとしたら、うん、このヒットで2点目を取られるというね、うんうん、いうことも考えられたんだよね、はい、まあ絶対とは言わないけど、うんうん、だけどそういうことも考えられた、はい、で伊藤に回って、はい、まあ、セカンドゴロという、うん、まあ、この回は1点に収めたというね、はい、まあそういう回でした。はい、で4回、4回の表ね、表、はい、ツーアウトランナーなし、はい、バッター頓宮、うん、ね、ツーボールから、うん、チェンジアップツーシーム、うん、全くタイミングが合ってなかったんだよ、うんうん、ね、それでバッターの心理からすると緩急使われるからインサイドにまっすぐなのか、うん、また空振りしてるチェンジアップかツーシームかこういうボールが来るのかなっていう、うん、やっぱり迷うところなんだよね、こういう配球されると。なるほど。でもやっぱさすが首位打者だね外のまっすぐ、うん、多少甘くなったとはいえホームラン持ってった。まあここら辺がねやっぱり1年間つけてきた自信というか、うん、まあ、首位打者の貫禄というか、うん、あのバッティングのスタイル、速いボールを待って変化球に対応していく、うん、これがしっかりできてたホームランなんだよね、うん、だからこのホームランっていうのは配球的には間違ってなかったと思うけども、はい、打った頓宮が素晴らしかったわ。なるほど。これはね、うん、はい、で、ね、次追いついてね、はい、これ1対1になった、はい、ね、で5回、うん、その次の回のね5回表、はい、で紅林が、うん、ね、難しいボールをね軽打でライト前持ってった、はい、で若月にどうするかなと思ったんだけど、うん、遅らすのかそれとも打たすのか、うん、でもやっぱ DH がないから、うん、まあ、ピッチャーに回るという、はい、ということで、ツーボールからエンドランか、はい、これが見事に決まってノーアウト1、3塁を作る、うん、ね、はい、でね、このツーボールの後にエンドランを仕掛けるっていうのはさ、うん、やっぱキャッチャーをキャッチャーの出身の中島監督、うん、やっぱ配球まで読んでるよね。うん、だから必ずここでまっすぐが来るっていうところで、うん、エンドランかけてるよ。うん、それをやっぱ若月が見事に決めてる、うん、だここら辺がやっぱオリックスの強さかなっていうふうには思うね。うん、で阪神ベンチは、はい、ノーアウト1、3塁、うん、ゲッツー体制で廣岡を迎えたんだけど、うん、ゲッツー体制にしたんだよね、はい、後ろに守らせて、うん、でその廣岡が、ショートゴロでゲッツー取れずに、1点を取るという、紅林が帰ってくるという、うん、これで勝ち越しだよね、はい、で東、はい、バッター東の時、うん、まあ、当然送りバントのサイン、うん、ね、ランナー一塁で、まあ、広岡がランナー一塁、はい、で初球にバント守備を強烈に引くんだよ、うん、でこれは絶対ストライクを投げなきゃいけないんだよね、うん、だけどボールになっちゃうんだよ、うんうん、だから2球目もバントだと思ったんだけど、うん、やっぱりね2球続けて同じシフトを引けないんだよね、うん、これなぜかというと、うん、やっぱあのシフト引かれるとバスターっていうこともあるから、うん、で東っていうのはね1打席目にセカンドゴロ打ってんのよ、うん、でそれも考えてやっぱ引けなかったんだよね2球目に、うんうん、だけどバントをしてピッチャー前にちょっときついゴロになった、うん、これを慌てた伊藤がセカンドに悪送球をするという、うん、ねえ、ね、ほんで、1、2塁になっちゃった。ワンアウト1、2塁になりましたね、はい、まあセカンドランナーが広岡、うん、1塁ランナーが東というね、はい、で、中川をセカンドフライを取って、うん、宗、うん、宗がね、2エンド2から外の本当にいいスライダー、うん、見逃したんだよね、うんうんうん、まあわ、今日はプロ野球ニュースで見てたんだけど、うん、あ、ストライクじゃないのかっていうボールだったんだよ、うんうん、でも手が出なかったのか本当に見切って胸が見逃したの か、 だから素晴らしいボールでフルカウントになっちゃったんだよね、うん、はい、でフルカウントになってインサイドのまっすぐを要求したんだけど、うん、真ん中に入って、うん、胸が見事に打ち返した、ね、まあ、シリーズ初ヒットだよ、
ねえ、ちょっとねこの2試合はヒットがなかったですから、うん、だからやっぱねあそこを見逃せた、うん、あそこをボールに取ってくれた、うん、フルカウントになった、うん、阪神バッテリーは、うん、やっぱ次の森を満塁で迎えるのが絶対嫌だったはずなんだよね、うん、だから宗と絶対勝負しなきゃいけないって、うん、でシリーズもノーヒットだしこの打席までね、うん、おっしゃやっぱ甘くいっちゃったね、うん、いやだけどそれを逃さなかったやっぱ宗っていうのもやっぱ素晴らしかったし、うん、そのスライダーを見逃したっていうのも素晴らしかったけど、うん、やっぱあそこでタイムリーが生まれるっていうのはやっぱオリックスって強いなっていうね、うん、感じがしたよね。だから相手にミスに乗じてこの回3点を取って突き放したという、ねうん、はい、で見事だったというね、うん、その攻撃が、はい、で5回、はい、その裏ですね裏、うん、これはね0点だけどなぜかというと、うん、東が、うんまあ、パ・リーグの時に DH で打席に入ることはないし、うん、ランナーに出ることはまずないよね、はい、一塁ランナーで、うん胸のあたりでチョークホームインしてるんだよね、はい、激走してるわけ、うん、だから、まあ、シーズンではもう絶対ないことがやっぱこの時に起きてるから、うん、やっぱ東ちょっと心配したんだよその後の投球ですね投球、うんうん、で坂本をレフトフライ、はい、だけど木浪にライト前、うん、打たれて、うん、でここでピンチヒッターは渡辺亮を起用する、はいまあ、伊藤を諦めたという ね、うん、でノースリーまで行くの、うんでもう開き直ったのかどうかわからないけどもまあ、真っすぐでストライク、うん、で 3-1 からまた真っすぐを渡辺亮が打つんだけど、うん、ちょっと先だったね、うん、まあいい当たり捉えてはいたんだけどもまあレフトフライに打ち取られるという、うんうん、だけどこの回明らかにねストライク球とボール球がはっきりしてるわけなるほどじゃあさっき言ったような影響が出てる、うん、まあそうだねということですかね木浪には追い込まツーストライクってポンと追い込んだんだけど、うん、ボールにする球がストライクになる、うん、で渡辺亮の時にはスリーボールまで行くというふうに、うんうん、で続く近本はいフォアボールを出すとかね、うん、明らかにやっぱ走った影響っていうのは出てるわけ、うんで中野を2アウトから、うんレフトフライに取るというね、うん、だけど頑張ったね東はなんとかやっぱ ね、うん、シーズン中ランナーにも出ない激走した後に投げるなんていうことはない、うん、そういう経験をここでしたわけね初めて、うんうんうん、だけどこうやって投げ切れる粘り切れるさすがにねやっぱね負けてないピッチャーだわうーん、うん、この粘り強さとやっぱ若月のリードもね良かったんだけど、うん、すごくいい粘りを見せてもらったなっていうのを感じがするうんはい、はい、でそのチャンスを逃した、はい、阪神、うん、ねピッチャーブルワーに代わる6回表、うん、ねで頓宮、うん、まず先頭ね先頭頓宮、はいスライダーを見事にレフト前、はい、まあホームランを打ってやっぱこうずっとシーズン休んでて、うん、骨折でね、うん、だけどやっとなんかこう戻ってきたね頓宮が、ホームランからこのヒット、うん、なんかいい時の頓宮が戻ってきたね、うんうん、でピンチランナーまだ足の状態があんまり良くないんだろうけども、うんうん、まあ足立にピンチランナーを変えるという、はい、でゴンザレス、うん、でゴンザレス右の打席はすごく期待持てたんだけど、うん、これブルワーが右だけに左打席に立ったんだよね、はいうん、だけどねやっぱ粘り強いわフォアボールを取るんだよねでノーアウト1・2塁、うん、で紅林、はい、もう初球でバントをパカチッと決める、うん、ここら辺がねやっぱ経験値かなっていう、うん、3年連続の日本シリーズ出てるわけだから、はい、だからやっぱこれ経験値かなと思って、うん、でワンアウト2・3塁、はい、で若月にスクイズあるかなと思ったんだけども、うんそんなこと考えなくてよかったねレフトに犠牲フライを打って5点目を取るんだよ、うん、ねえこれは効いたなこの5回の裏を、うん無得点で抑えてそうねえでピッチャーの、ねうん、変わりっぱなを、うん、まあ点を取るという ね、 ねそれも犠打2つで点を取るという、うん、フォアボールを絡めて、う
やっぱ強いチームのできる技かなっていうふうに思ったけどもね、うん、ねえ、はい、着実に点を重ねていっている感じですよね。はい、うん、で7回裏、はい、もうその時点では、ね、5対1というスコアになっていて、うん、7回の裏ですね。だから阪神とすれば、はい、やっぱもうつないでいくしかないんだよね、うん、だから打つしかないんだよね。4点ありますよね、はいはい、うん、それで山岡が出てきた、はい、ピッチャーがね、はい、その時にはもうすでに小木田投手に変わっていて、 そっから山岡投手もうつなぎに入ってんだよね、うん、オリックスの方がね、はい、で山岡、坂本にセンター前、はい、木浪にライト前、うん、この打たれたボールが追い込んでから、うん、自分の得意とする縦スラを打たれてんだよね、うん、だから気持ち悪いと思うんだよ。そうですよね、やっぱなんかこう狙われてるようなね、うん、そんな感じもするし、うん、でピンチヒッターピッチャーのところで糸原ね、ノーアウト1、2塁、はい、ノーアウト1、2塁もうバンドなんかできないからね、うん、やっぱ4点差あるし、そうですね、うん、でセンターフライ、うん、で近本に対して山岡が、はい、フォアボール、うん、で満塁、ねえ、うん、ワンアウト満塁、ワンアウト満塁、はい、で中野選手、はい、中野、はい、ファーストゴロ、うん、で1点を取るという、うん、でランナーは進んで2アウト2、3塁、はい、でバッター森下、はい、ここでね豊さんはずっとポイントだって言ってるね。まあそうだね、うん、森下選手に回ってきて、森下に回ってきて、はい、森下がどういうバッティングをするか、うん、それによってやっぱゲームの行方がまた変わってくるということで、うん、まあ初球スライダーで2球目ボールにボールで誘おうというボールが中に入っちゃったんだよね、うん、まあ厳しいボールであったけども森下がついてったという、うん、でライト前で2点タイムリーになって3点を取るという、うんね、で一気に1点差に詰め寄るというね、うんうんうん、まあここら辺も流れるような、攻撃ではあったんだよ ねで大山も宇田川に代わって、あ、そうですね、ピッチャーが山岡投手から宇田川に代わったんだよね、うん、で強烈なサードゴロ、うんね、胸がやっぱこうさばいて、うんチェンジになったというね、うん、で8回はい、ね、阪神の攻撃、ね、阪神の攻撃、はい、ワンアウトからノイジーが、うんセンター前ヒット、うんまあ、ちょっとフォークボールの浮いたボールをね、うん、あれしたんだけど、うん、センター前に持ってるんだけどね、はい、で、ピンチランナー、うん島田、はい、ノイジー選手に代わって島田選手が出てきて、はい、やっぱ走るぞ走るぞっていう動作を見せてるんだよね、うんうん、でやっぱ坂本に対してもまっすぐまっすぐできてるんだよ、うんうん、やっぱ走られたくない、フォークの時走られたら投げづらいとかね、うん、時間がかかるということでまっすぐまっすぐできてたんだけど、はい、明日っていう思ったら、うん、島田がやっぱ力んでんだよね、うん、やっぱ走るのに力が入ってるというか、うん、それでちょっとねスリップして、はいはい、で戻ったんだよ、あよく戻ったなと思ったんだけど、うん、あやっぱここで仕掛けてくるのかなと思ったら、うん、それを見たやっぱり力んでる島田を見た岡田監督はやっぱこれこう走らせられないって思ったんだろうね、うんツーボールワンストライクから坂本に送りバント出すんだよ、うん、だから得点圏にやっぱ置いた方がやっぱ得点の確率っていうのは高いしもちろん、うん、で確実に島田の足を使おうと思ってたんだけども、うん、やっぱあの力みじゃ走れないっていうふうに判断をし、おそらくバントに変えたんだと思うんだよね、うん、でなぜ変えたかというと木浪が、うん3打数3安打だったんだよ、うんうん、で迎えた4打席目のランナー2アウトランナーセカンドの場面で、うん、宇田川のフォークにやられるというね、ねえ空振り三振ということでね、うん、まあ当然ね、うん、木浪っていうのは次ピッチャーだから、うん、申告敬遠っていうのも考えるかもわからなかったんだけど、うん、やっぱ代打は出てくるだろう、うんうん、で勝ち越しのランナーに なるから、うん、やっぱここは勝負だったんだよね、木浪もよくついていったけどね、やっぱ歌がやっぱさすがだね、うん、なんていうの経験が違うというかさ、うんうん、まあ見事だった、うん、またこの1点がね、1点がなかなか取れない、なかなか取れないですね。で9回、はい、9回の裏ね、はい、はい、満を持して、平野が出てきた、
はい、ピッチャーね。ピッチャーね。宮川投手に代わって。はい。はい、で、阪神はピンチいった原口。出ましたね、はい。はい。やっぱり相当な緊張感があったと思うんだよね。うん、だシリーズ初登板だしさ。うん、で、相手は、こう、甲子園球場。うん、もうファンがもうワワワワ言う。うん、ね。で、フォアボール。はい。いや、よく取ったよ。フォアボールを、ね、やっぱねフォークボールを振りそうなボールを止まったね、うん、だから見事なフォアボールで先頭打者を出した、うん、でピンチランナー上田、はいね、で近本、うん、まあ送る選択肢もあったんだけどもさ、うん、でも近本だったらやっぱ打ってつなぐまた近本があの打てば、うん、もう逆転のランナーになるから、うんまあ、打たすだろうなと思ったんだよね、はい、でボールが先行して3-1になって、うん、次のボールどうするかな打たないだろうなと思ったのこれなぜかというと、うん、ランエンドヒットの形がフルカウントだったら取れるから、うんうん、ああやっぱ取らないあ打たない、うん、やっぱさすがだなと思ったんだけど、うん、で次のインサイドのまっすぐをセカンドゴロ、うん、ただランナーはスコアリングポジションに進んだということ ね、 ねでねここまでの投球で、うんすごく苦しんでたんだよ平野がおフォークボールを全く振ってくれないんだよおーボール球を、うん、でもストライクだったら振ってくるという、うんうん、だから非常にねボールが見えてる状態だったんだよね阪神打線がなるほどでその中で中野、うん、はいやっぱり警戒するバッターだよね、うん、インサイドのまっすぐ投げ切るんだよね、うん、で見事に三振を取るまあここら辺はねやっぱ度胸がいいなうん、平野はなるほど、うん、続く森下はいねフォアボール、うん、やっぱこう2本ヒット打ってるんで今日、うんまあ、非常にボールもね気持ちに余裕があったというか、うん、ボールもよく見えてるというかで大山につないだんだよ ねツーアウト1・2塁という場面ですね、はい、で大山、うん、フルカウントから、うん、ねフォークを空振り三振という、ね、これはねやっぱ4番だから振ったな大山が決めたかったんだよ、うんうん、そういう気持ちが伝わった、うん、これ4番じゃ ないとかこれが回が5、6回とか、うん、そしたらね大山は見逃してたよ多分、うん、でも自分が決めなきゃいけないっていう4番の責任で振りに行ったと思うんだよねでそこに平野が投げ切ったっていうのがすごいよなるほど状態はあんまり良くなかったけど、うん、やっぱねさすがだわ経験値も高いし、うん、度胸は座ってるし、うん、だからここら辺はねなかなか打てなかったねなるほど、うん、もうここね一打ね、うん、同点もしくはサヨナラというような場面でしたから ねでね勝敗を分けたのは、うん、やっぱりねゴンザレスとか、うん先の塁を殺したよねああはいいや一塁に行くかなと思ったらいやあの体勢からセカンド行ったってで未然に次の点を防いでる、うん、でノーアウトランナー一塁で大山の強烈な当たりを胸が体を停止して止めたんだよね、うん、で弾いたんだけどこれもまたセカンドで殺してるんだよ、うん、だからね先の塁を殺してるっていうことと、うんやっぱね、中島監督の采配がズバリ当たってるということなるほど若月のエンドランとかにも、うんうんうん、現れるようにね、うん、で一方阪神、はい、やらなきゃいけないこと、うん、やっぱねストライクを絶対投げなきゃいけない時が、うん、やっぱ東の時にあったんだよバント守備を強烈に引いた時に、うん、でやらして殺さなきゃいけないんだけど、うんうん、あれをボールにしたからやっぱ後手後手に回ってああいうミスになる、うん、だからそういうちょっと細かいことだけどもそういうことがやっぱこう1点差のゲームには響いてくるよね後になってみるとね見ると、うんうん、で今日の豊かの今日のヒーローはいはいね、うん、東もすごかったよ、うん、やっぱね東もねやっぱあの甲子園で、うん、なんていうのやっぱ完全アウェーで投げるわけじゃないいやしかもかなり独特な雰囲気ありますよね、まあ、そうそうだけどねやっぱ度胸がいい、うん、で5回、うんまあ、先ほども言ったけどランニングして、うん、あの回っていうのは自分でもちょっと違う自分がやっぱマウンドにいたのは自分で感じたと思うんだけども、うん、それを乗り越えた確かにヒーローではあるけども、うん、それと宗
ね、ああいう場面でね、スライダーを見逃し、うん、甘いボールを投げさせて打つ、うん、次は森っていうことも胸の頭の中にあったかどうかわからないけども、うん、やっぱあそこではやっぱ甘いボールしか投げられないよね、うん、フォアボール出すわけにいかんし、うん、まあ、そこで的確に捉えた胸もすごいけども、うん、今日は若月、豊かのヒーローは若月選手、うん、やっぱね、あの東のリード、うんうん、まずはリードのことを言えば、うん、最初にね、近本を3球最初に取ったのは、うん、見事なツーシームで取ってるんだよね、うんうん、ね、これを印象付けたんだよ、一回り目は。で、二回り目からはスライダーの割合とカーブの割合を増やしていくんだよね。だからあの阪神打線が捉えきれないんだよ。なるほど。で、そういうリードもできたし、やっぱね、エンドランを決めた、うんうん、この3点につながる、これをきっちりエンドランを決めたということと、やっぱ5点目の犠牲フライ、うん、これが効いたわね、ああ、だから今日のヒーローは若月ということですかね。ね、でね、やっぱ明日のポイント、才木と、うんうん、山崎幸也なんだけども、はい、やっぱ才木はこうクライマックスシリーズにも登板してないし、うん、やっぱ立ち上がり、やっぱこう負けが先行しただけに相当なプレッシャーがあると思うんだよね、うんうん、だからそこをどうやってみんながサポートできるか、うん、で才木がどれだけ落ち着いて投げられるか、うんうん、まあ、これが一つのポイントと、うん、まあ、山崎幸也相手は、うん、でも相当な緩急を使ってくると思うんだよね、うんうん、だからそれに対応できるかどうか、うん、まあ、そういうところが見どころだし、はい、やっぱ明日の打者のポイントとすれば、うん、やっぱ大山だね、うんうん、まあ、今日、ね、今日のこともありますしね、うん、今日やっぱね相当な責任は感じたと思うんだよね、うん、まあ、だけど彼だけの責任でもないし、うん、彼は一生懸命やってるし、うん、素晴らしいプレイヤーだし、うん、1年間通してブレずにやってきたからね、うん、そうなんだけど、オリックスの方はやっぱ頓宮だね、うん、やっぱ上がってきた、だからこのバッターがこう打つか打たないか、うんうん、まあ、そういうところにかかってきてるかなというふうには思いました、はい、また明日のね、まあ、阪神はそう変わらないかもしれないですが、うん、阪神はね、もう変えようがない、ね、うん、オリックスのスタメンもね、どんな風になるのかなっていう、まあ、そうだね、明日は野口とかも使ってきそうな感じもするし、うん、だからまあどうなるかわからないけども ね、キャッチャー若月で、ね、行くのか、うん、森で来るのか、うん、まあ、こういうところも見どころだよね。ねえ、はい、まあ、山崎幸也選手のバッティングもね。いや、そうだよ。バッティングいいからな。うん、だから、なんていうの、DH はないけども、うん、山崎幸也は本当にバッティングいいからね。ねえ、まあ、気をつけなきゃいけないしね。そういうことも含めね、うん、普段打席に立たないけれども、バッティングのいい山崎幸也投手の、うん、ね、打席も楽しみですよね。うん、まあ、今日は、うん、経験値の差がものすごく出たなっていう試合になったね。さすがね、やっぱオリックスは昨年の日本一だけあって、うん、落ち着いてるわ、ね、うん、一戦二戦とあのような試合で3戦目がこの金さんの試合、そうそうそう、またね、明日はどうなるんでしょうかね。まあね、あの甲子園で1点差で逃げ切るっていうのはやっぱ相当な、やっぱこう地に足がついてないとできないよ、ねえ、うん、まあ、まあ、オリックスは見事だったね、ね、はい、本当素晴らしい1勝ということで、うん、オリックスが2勝、そうだね、阪神が1勝ということでね、はい、はい、まあ、また明日がね、はい、楽しみです、はい。